もう二度と彼があなたを離さない。なぜ最悪な破局がきっかけで彼との関係が付き合う前よりさらに深まったのか。結婚したいなら絶対復縁した方がいい。三つの理由とは。恋人持ちの女性からも反感を買いそうな男性に媚びることができないから、発想が貧困。20代男性というように色目を使わないと恋人ができないという考え方に違和感を感じる男性もいるようです。彼氏がいる女性を皮肉っているようにも聞こえかねないので、女友達の前でも言わないよう気をつけましょう。6. このまま一生恋人ができなそうな自分のペースを満たされたくないから勝手にどうぞと思っちゃう20代男性など、自分から人を突き放すような態度を取ると男性も距離を置きたくなるようです。本当にそう思っている場合は、今は一人で楽しみたいと期間限定であることを強調するといいかもしれません。7. 自意識過剰にも程がある。高嶺の花だと思って誰も近づいてこないの。ビッグマウスな女は嫌い。20代男性というように自分を過大評価しすぎている傲慢さが恋愛対象外になる原因かもしれません。ただし冗談めかして言えば、ユーモアのある楽しい女性だと男性に思ってもらえそうです。8. 少女漫画のヒロイン気分な白馬の王子様が現れるのを待っているから、そもそもお前は姫じゃない。20代男性と幻想を見すぎている女性に男性は厳しい意見のようです。白い車を持っているお金持ちなど現実的な理想像を伝えればいい人を紹介してもらえる可能性もなくはないでしょう。9. 苦し紛れの言い訳にしか聞こえない。男がバカだから、彼氏ができないのはそんな性格だから。20代男性など高飛車な発言が男性の品質を買ってしまうようです。でもそこが可愛かったりするのよねと一言添えれば、母性本能をくすぐりたいとあなたに興味を持つ男性が現れるかもしれません。